いましたのは増田勝選手でした。この選手です。内科研研究会、非常にきちっとしたですね、正確な演技をする選手なんですよね、はい、もう力みもありませんし、最後のその体の座らせる姿勢もですね、非常にいいですね。で、太極拳のその技術の難しいところはですね、こういうその速さのコントロールですね、ゆっくりとバランスを取りながらやると、どうしてもですね、力んだりですね、体が震えたりしやすいんですね。その力みをなくしながらですね、しかしその体全体のその力を使ってですね、全身を強調させなければいけないと。またスピーディーな種目と違った高度な技術が要求されます。で、表情もですね、演技に合わせて決してそのこわばらないで穏やかな表情を維持しなければならないんですね。大変にメンタルな面を持った技巧的な競技と言えるんじゃないでしょうかね。まあ、この武術競技はこう演じることを表演などと申し上げていますが、やはり表情一つも得点の採点内容に入ってくると。そうですね、特に太極拳の場合はその精神面での減点というのは表情に大きなウエイトがあると思いますよ、はい。まあ、この増田選手の場合を見ていますと、かなりこの低い姿勢で大きな技を出しているという感じがあるんですが、どうですか。それをですね、非常に体の左右の振りも自然で、しかし大きくやっておりますね。この太極拳がルールとして統一されて国際規定という形で初めて登場した大会、それがこの今回の全日本武術太極拳競技大会です。まあ、演じる人たちも大会公式戦では初めてということになるんですよね。そうなんです。今年初めての大会であるとともに、その規定演技の競技自体が第1回目になります。したがって今増田選手の演技をご覧いただいていますが、全ての選手が太極拳競技の場合この技を披露していきます。それを5人の審判で採点をします。採点の内容は10点満点での減点制です。